川萌だよ。はい、どうも、本日は見えますでしょうか、あちらの山へ登っていきたいと思います。今ですね、ロープウェイに向かうバスに乗って移動中でございます。結構ね、花粉とかもすごいんで、アベノマスクつけております。それではロープウェイ乗り場まで到着いたしました。いやー、長いバスでしたけどもね、ちょっとうとうとしてしまいましたが、30分ぐらいですね到着いたしまして、これから1時のロープウェイに乗って山まで行きたいと思います。左のゴンドラとスイッチラボ、やばい、めちゃめちゃ速かった。それでは千畳敷カール到着しました。見てください、この山脈。僕ですね、中学生の時に一回来たんですけど、ちょっとあんまり記憶なかったんで、久々に来れてめちゃくちゃやっぱすごいなって感じますね。見てください、本当にこの山、これは標高2600何とかですね、細かいとこは分かんないですけど、まあ死者誤入して2600年じゃないですかね。下げちゃったらちょっと怒るかもしれないんで、2700にしときましょうか。なんで2700メーターということでね、めちゃくちゃ標高の高いとこまで来ておりますね。高山植物などもめちゃくちゃありまして、まあ地上では見れないこの植物とかもね、見れますので、皆さんもぜひ来てみてほしいと思いますね。それではもう少しね、観光していきたいと思います。あー、いいんじゃないですか。すごいね、歴史感じます。山脈が見えてきました。はい、こちらですね、信州駒ヶ岳神社ということで、千畳敷カールのなんか神社あるとは知らなかったんですけどもね、神社があったんで、せっかくなんでね、ちょっと寄っていきたいと思います。それではロープウェイも時間がね、そろそろ来ますので、乗車に向けて準備していきたいと思います。まもなく発車いたします。ご乗車の乗り遅れないようご注意ください。急げ。めちゃめちゃ霧がかかってきて、景色が真っ白になりましたね。それではですね、ロープウェイに乗って千畳敷がある駒ヶ岳のふもとまで行ってまいりました。もうね、山の迫力がすごかったですね。それから空気が澄んでること、もう美味しかったですね。すごい、行ってよかったですね。山からのパワーをもらって、一つできた、ネタやらせていただきましょう。ショートコント駒ヶ岳。あ、すいません、いいですか。あ、ここ昔の遊び、売ってるんですね。昔で遊んだものですか。あ、いいですね。けん玉いくらですかこれ。30円。あー、安いですね、めちゃくちゃ。あやとりの紐ですか、いくらですか。10円。あ、めちゃくちゃ安いじゃないですか。コマはいくらなんですか。30万。コマが高え。